グリボフスキ G-11 グリボフスキ G-11 は第二次世界大戦のソビエト連邦の兵日輸送用の小型軍用グライダーである。ソビエト連邦は輸送用グライダーの設計では世界の先駆者であり、最初に設計されたのは1932年のグロコフスキ G-63 であった。しかしながら、 第二次世界大戦以前は輸送用グライダーの量産は行われていなかった。1941年のドイツの侵攻の後間もなく、赤軍の最高司令部は輸送グライダーの必要性を認識し、いくつかの設計局に開発を命じた。ウラディミール・グリボフスキは2ヶ月間で小型グライダーを設計することを了承し、 試作機のテストは1941年9月1日に始まった。この機は当初 G-29 またはグレーン -29 という名称であった。テストの結果、本機が成功作であることがわかり G-11 という名称で量産が承認された。 G-11 は1941年遅くから1942年半ばまで2つの工場、138機がシューマーラの第471工場、170機がコスラブカ、村の第494工場で合計308機が製造された。1944年にリャザンで生産が再開され、1944年10月からは訓練用に、 複式操縦装置を備えた G-11U も生産された。G-11 は1948年まで生産が続けられたが、総生産数の記録はなく、書籍によれば500から600機が製造されたと推測される。1942年の夏には、胴体上に、 M-11 エンジンを取り付けた派生型の G-11、M がテストされたが量産には入らなかった。G-11 は、アントノフ A-7 と共に、ソビエト連邦の輸送グライダーの大多数を占めた。両機は主にツポレ FSB や、イリューシンイル -4 爆撃機に栄光され、1942年、中頃からパルチザインへの食料、武器、機器、 訓練要員の供給に使用された。最も集中的に使用されたのは1943年4月から11月にかけて、ベラルーシ、カリーニン戦線のポラツクベゴムルレペル地域であった。この時は、数百機ものソビエト連邦のグライダーが、夜間に輸送飛行に使用され、着陸後に、グライダーは破壊されて操縦士は、航空機で連れ戻された。 1943年4月に1回のミパルチザンが設営した短い仮設飛行場からの離陸が行われた。有名なテストパイロットのが負傷した2人のパルチザン指導者を救出した。この時はが操縦するツポレフ SB 爆撃機に 10M の長さのロープで結束されていた。グライダーは1944年にもいくつかの地域で、 パルチザンへの補給活動に使用された。敵の前線後方での破壊活動への補給にも、グライダーは使用された。G-11 は少なくとも1回の小規模な空挺作戦、ドニエプル側と変え対戦車砲と迫撃砲を運ぶのに使用された。少し変わった運用は1942年11月の、モスクワからスターリングラードへの空中橋梁での使用であった。 これは、スターリングラード工房船中に、戦車のエンジン冷却の不当液を緊急に輸送するためのものであった。G-11 は、小型グライダーとしては成功策であった。本機はもう一機種のアントノフ A-7 よりも搭載量が多く、貨物室は荷物の搭載に適していたが、搭載口が狭かったため軽下方は分解して、搭載する必要があった。 G-11 は、長方形断面の、全木製構造、合板張り、紅翼配置の輸送グライダーであった。機種に操縦士1名分の操縦席があり、風防は、髪型に開いた。その後ろに操縦席と続いた、長さ3.24メートル、幅1.25から1.36メートル貨物室があった。 胴体の両側に 1.2X0.7 メートルの大きさの2つのドアがあり、後期型では胴体左側の幅1.4メートルのドア1つになった。兵員は側面の折りたたみ式ベンチに座り、胴体の両側には長方形の窓が2つ取り付けてあった。着陸用のフラップを装着した主翼は3つの部分で構成され、膠着装置は固定式であったが、 操縦士が短距離着陸する場合は折りたたまれ、胴体下にソリを使用した。ありがとうございます。